バタしてたの。最終回じゃないよ。最終回じゃないよ。最終回じゃないけど続けるね。あるところに、一人ぼっちのネクロマンサーがいました。つよつよを目指しました。はい。このネクロマンサー、つよつよを目指したんですよ。もっと、いや、真面目に語り始めてるから。ね、始まったでいいじゃん。じゃない。ちゃんと心をね、あれ、ピシッとして聞いてください。もう、つよつよになりました。この弟子は本当に頑張ってるね。頑張るぞ！一人ぼっちだ！寂しい！でもすごく頑張りたい！みんなにもっと見てほしい！では頑張るんだ！ネクロマンサーになるんだ！そして、弟子は、師匠と契約しました。スリーリングの時に会った師匠ですね。師匠！弟子と契約してください！ネクロマンサーになりたいのでしょ！おいしっつって。え？あ、いらないこれ。え？いらない？え？いらない？嘘でしょ。いるでしょ。この流れいるでしょ。いや、いるでしょ。流れを説明する。いい、師匠。レシャーは師匠と契約するのです。よし。師匠は何も言わずにうなずいた。だが、レシャーは、愛に飢えていた。一人ぼっちは悲しいよ。一人ぼっちは悲しいよ。そしてネクロマンスをしてみた。パソコンをしてネクロマンスをしたら、ルシアちゃん！ルシアは思った。感動した。かわいい！完全体になろう！完全体にネクロマンサーになろうと決めたんです。うちらや、そう、ファンデットさんたちだよ。そうだよ、これはファンデットさんたちだよ。ネクロマンスしてみた。ルシアちゃんとか、ルシアとか、ルーシーとか、ルシアとかに呼んでくれるみんなのことです。わかったか？いっぱい頑張った。いや、みんながもっと頑張ってるけど。ルシアなりに頑張った。ルシアなりにめちゃくちゃ頑張ってみた。不器用ながらも、あれ、手探り状態で。あ、間違った。あぶれ。いっぱい頑張ってみた。それでね。またいっぱい頑張った。また頑張る。いっぱい死んだ。悩んでいっぱい死んだこともあった。いっぱい死んだ。私辛くて。いや、辛く楽しかったけど。楽しんだ。でも楽しんで頑張った。めちゃくちゃ、もがきながら頑張った。って。って。したら。いろいろあり、ウルハルシャーは、ネクロマンサーのお姫様になれました。はい。ネクロマンサーっていうところが大事です。ネクロマンサーのお姫様になれました。そして、次は、魔王か女神を目指し頑張ろうと覚えました。みんなです。次は魔王か女神を目指し。で、なんて書いてあるんだろう。頑張る。次は魔王か女神を目指して頑張る。本当は神になろうとしたんですけどね。やっぱまだその前にね、なんか段階があるんじゃないかと思って、魔王と女神を罵声してきました。はい。はい。え？頑張る。頑張るって書いてあるね。ほんと、頑張りますって書きたかったんだと。
と思う。あ、文字がね、入んなかったんだよ。で、みんなにちょっと聞きたいことがあります。ルシア、本当に今すごくおっかながってます。正直。はい。すごく怖いんですよ。いや、心の準備をしてね。ルシアも今すごく緊張してるんで、これをね、置いてね。じゃあ、ルシアは、お着替えしてきます。待っててください。よいしょ。あー、これな。左上のいらないプロフィールいいじゃん、これ。プロフィール。よいしょ、手が震えるな。いや、手が震える。ちょっと、よいしょ。よいしょ。うん。あー。うわー、でもすごくかわいい。いや、でもすごくかわいい。信じられないほどかわいい。いや、今のルシアでもかわいいけど、信じられんほどかわいいんだよ。マジで。よいしょ。よっこいしょ。ちょっと待ってな。いや、めちゃくちゃ可愛いよ、ほんとにこれは。よいしょ、ちょっと靴下履きます。よいしょ、よいしょ。まあ、ここをこうしてだね。このくらいにして。待つだよ。OK。では。急にバーって出ちゃうかも、画面に。ごめんね。よし、行きます。行きます。じゃ、ちょっと着替え終わったんで、一回、トン。足元から見てってください。はぁ。これが、ま、お靴はね、完全に、これは、履かせていただいたんですけども。おぉつって。はい。スクショ、あ、スクショタイムは、後々撮るよ。お着替え中もいらんか、これな。うん。足元、なのです。で、ここから、まあ、こうなっておりまして。で、足元、ちょっと、背伸びをしてしまったかな？兄さん落ちて。じゃん！ここなんです！ここを一番のルシアみんなに、見てほしいところで。この、お肉が、なんていう、ニーソに、ニーソに乗っかってると言いますか。この乗っかってる部分、そう。これの、ごめん、喘息がちょっと、ここ数日間ひどくて、ちょっと昨日、急入居いただいてきました。はい、このお肉が乗っかってる、そう。あと、スカートでありまして、フリフリーです。はい。で、そして、お次、もうちょっと範囲を広げましょう。頑張っ。いきますよ、みんな。ガーターかわいい。ありがとうございます。あ、ありがとう！そう、ガーターなんですよ。スカートもふわふわで。あ、もうちょっとこうやってか。ごめんね。慣れてなくて。な、マジでワンナー、ほんのいな、止まれな。よし、まあ、こうしてこう、こうして、ここがいいね、この位置が。オッケー。で、こうしていって、足パチありがとう。まあ、こんな感じになっております。恥ずかしい。はいはい。こんな感じなんで、マニキュアがね、見えますか？ピンキュー色ないでしょ。ピンキュー色。ピンキュー色になっております。そうです。そして、ピンク色。で、まあ、こうなっております。手の辺が。こんな感じかな。はい。これが手元ですね。スカートになっておりまして。はい。良き、ほんと。ピンクの、はいはい、マニキュアと、スカートのリボンが、長女がピンクで。はい。メイドではないんですけど。はい。まあ、こんなような感じになっておりまして。おーつって。はい。うん。
そうかな、みんなの反応が。はい、フリフリなんです。そしてこう、駅はちょっとね、レースのお洋服を着せていただき、髪はとても長いです。髪はめちゃくちゃ長いです。髪はめちゃくちゃ長いです。はい、めちゃくちゃ長いですね。はい、でもっとここからさらにちょっと驚くことがあるのですけど、ロングですね。はい、まあ忘れてほしくないのが、ネクロマンサーのお姫様になったということを覚えておいてください。はい、はい、覚えておいてください。で、ここから胸元になるので、ちょっとさっきのね、お話を。めちゃくちゃロングです、こんな感じ。はい、そうなんです。あ、紫、そうです、これはグラデーションで、はい、お父様が入れてくださって、で、こちら胸元いきます。で、洋服がね、ヒラヒラしておりまして、あの、透き通っているんですよ、この洋服。はい、ガッタベルトですね。そして、あ、手が震える、なんか二の腕から震える。まあまあまあ、ここが胸元で、はい、こちらだんだん見えてきたんですけども、はい、こちらが胸元で、ちょっと見えてるものがありますね。え？え、うるさいよ。そこはいいでしょ、そこはほっといてよ、そこはさ、いいじゃん、そこはもういいじゃん、ほっておいて。いや、これは別に、あの、いや、はい、こんな感じなんですよ。うん、安心して。はい、で、ここから、はい、じゃあ、みんなのこと信じてるよ。まあでも、ドクロはあるのです、ドクロはあるのです。はい、あって、うん、よかった。なんでホッとしてんだよ、なんでホッとしてんだよ。ここ一番ね、一番ここでいるし気に入ってるよ。あと次、ここ。一番気に入ってるんだけど、じゃあちょっと行こうかな、緊張する、心臓が痛い。では行きますよ、みんな。どうか、ルシアの、お顔を覚えていってください。ほっ。行きまして。でん、でや。どうも、ウルハルシアです。お姫様になれました。いや、もうちょっと大きくしようかな。もうちょっと大きくしようかな。はい。どうも。ナウルハルシアなんですけど、ちょっと、これだけではなくて、はい、こんなお顔ができたりですね、このまま怒ったり、どこ見とんじゃーって言ったり、ひどいよーって言ったり、驚いたり、いろいろできるんですよ。悲しいなりね、みんながペッタンとか言ったら悲しんだり、笑ったり。はい。ねえ、次なのですが、まだね、ちょっとつけるものがあって、ちょっと待ってね、もう一回お着替えてくる。よいしょ。ちょっと知的な感じでね。知的な感じにも慣れたの。はい。慣れたりね。間違った。はい。よいしょ。あ、ゆばちゃんありがとうね。まぁ、こんな感じで、